です。それでは休憩終わったところで、じゃあまず次出る方紹介。はい、そうですね。そう、多分ね、今日知らない方も、うん、これからお呼びする、はい、国本武明さんという方、すごい人ですよ。ですね、簡単に言うと昔実際ゲーム音楽を作曲されてた。ゲーム音楽を作ってたんです。まあ、要は杉山浩一さんとかみたいな、ね、そういうことございますよ。で、どんなゲームかっていうと、例えば、はい、これ知ってますかね、チャレンジャー。さっきね、違う、これですね、皆さん、まあ、この曲は、ね、本当はクラシックだけど、うん、でこれをまあ、このおじさんのアレンジにした方、うん、だし、自分の曲とかは国本さんの曲を作りました。最近 YouTube 見れるよ、本当に見れる。こういうゲームヒントじゃなくて、これ作った方、この曲作ったんです。あとは新しい名人のスタースムジャーとか出ないか、スタースムの要はあ、これね、あ、これさっき言ったそれさっきやる、これがすぐ死ぬんだすぐ死ぬんだあ、このどっち行こうかな、まあ、高橋名人がねぐらいは多分結構知ってる方多いですけど、16連射で一世を風靡したゲームって、うん、スターソルジャーっていう、あの16連射これから来てるんですね、はい、これから来て、さっきも演奏した、まあ、ちょっと昔のテレビだと今の野球選手は何なんでしょう。2番目のゲームはたまにこういうふうに構えてきますから、ちょっと音が全然聞こえないっていう、今のゼロですね。すごいな、これ、曲の映像が。曲だけは聴くないから、これとも、これもね、当時は、音がうるさすぎて聞こえないっていう。そんなのよくある。まあ、これを、どうかな、いいじゃん。なんだっけ、あ、これとか。これ大会出た。マジですか？大会？いくつの時？全国キャラは。それを高橋名人が回ってるじゃないですか。そう。いくつの時ですか、それ？小学校とか。小学校で大会でしたっけ？小学校でスターソルジャー大会。あ、これね。これもそのクマさん。これも難しいんだよ。これね、突然終わるんです。とか、この今流れてた曲とかを作曲された方なんですね。で、じゃあまず呼びましょうか。それでは、お待たせいたしました、はい、本日のスペシャルゲスト、国本武明さんです。どうぞ。すいません、相当お待たせしたんです。すいません。どうぞ座ってください。いやね、このお二人のそもそものご関係というか、なぜここお知り合いなんでしょう。まずはですね、はい、まあ、詳しく話すのはなんですけど、まあ、僕がそういったネット上でね、動画をいろいろ上げたりをしてて、はい、で、一回国本さんが、はい、今でこそ結構ライブとかやられてるんですけど、はい、まだあんまりやられてない頃にちょっとアポなしで、はい、お邪魔したことなんです、ライブに。で、本当に一ファンとして、もう本当に今でも一ファンなんですけども、はい、そのまあ、クリオさんの楽曲すごい好きだった、当時昔からやってたし、で、一ファンとして行って、ちょっといろいろ自己紹介とかしたら、まあ、クリオさんも僕の活動を見ていただいて、興味持っていただけて、ある日いきなり、一人二人でライブみたいなやってみませんかって言って、すごいですね。それで、今、たけちゃん、けんちゃんっていう名前で、二人組も組ませていただいて。なぜそういうコンビ名かというと、スノさんがPC エンジンのカトちゃんケンちゃんってね、動かしてるやつなんですか。知ってますよね、ゲーム。カトちゃんケンちゃんっていうのゲームがね、連想するのはうんこしかないんですけどね。そうそうそう。でも間違ってます、PC エンジンとというかカトちゃんケンちゃん、ご機嫌テレビっていうのも昔ね、その番組をゲームにしたのが、はい、ありますね、カトちゃんケンちゃん。これ違うところだな、顔がリアルなの。これが PC エンジン自体に間違いますからさ、
PC エンジン。あーもう変な。秀逸な送りング。ちょっと変わったお客さん。変わったでしょ。初めて見たよって方がいらっしゃいますか。このゲーム初めて見た。あ、でもどうなんだ、知ってる方もどうなんだこれ、うん、これ絶対今出せないよ。今絶対出ないです。うっことおならのゲームだもん。でもこれも曲は全て、あ、まあ一応自分でこれも作曲は栗本さんで、ね、で、まあ加藤ちゃん、加藤ちゃん、加藤ちゃん、ニキってどういうことなの。ひどいゲームですよ。ひどいゲームですよ。今出せない。で、冷静に見る。そうそう、で、まあこれをもじって加藤ちゃんとバリタリ、あの、栗本武明で、僕松沢健なので、竹ちゃん、健ちゃんという名前をもじって、ね、そういうものをライブのまで何回か、そうですね、僕はそれ初めて見て、ね、あ、そうそう、そこでもう加藤ちゃんと慣れて、で、早速なんですけども、うん、せっかくなんで、うん、じゃあお二人のなんか幻想的なものっていうのはこれ、はい、よろしいですか。早速いっちゃいますか。ね、じゃあ、ね、今もう僕もう、あの、大丈夫なの、太鼓いいんで、もう。わっ、ういっ、うわっ、いいんで、もう。わっ、ういっ、わっ、うおーなる。世代がバレますから。加藤ちゃんも無敵になるのやるんですね。加藤ちゃんが無敵になるのが。無敵になる、無敵ちゃん。加藤ちゃんが無敵って。大丈夫だよ、無敵になるんですね。すごいですね。大丈夫だ、うわっ、ういっ、うおーは懐かしいですけども。これはだからいつぐらいな、1988年とか9年とかの、そう、あ、これ、あ、基本やっぱ運行値段なんですね。加藤ちゃん使っちゃいますね。このゲーム難しかったな。このゲームは結構難しいですよ。そう。これよ、ゲーム的にはこれで、うん、ファミコンが出た後の PC エンジンでしたっけ。そう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 、だから機械的には結構なんか、お、なんか新しいですよみたいな。ファミコンからすれば新しい。じゃあちょっと早速ですか。あ、じゃあ僕せっかくなんであっちで、あ、いいですよ、見てもいいですか。そこにいても、あとはもうお二人にお任せということで、はい、あ、ちなみにお飲み物大丈夫ですか。適当にあの頼んどきを飲んでください。もちろんアリータイムそだわりを。おしゃれですね。よいしょ、ここ、ここ、お土産で残された2人みたいな。あとは若い2人にお任せしてすごく私はちょっと庭の方に出ておりますので。そんな感じになります。そんな感じになります。ちょっと気まずい沈黙になってる。じゃあ今ね流した曲を加藤ちゃんと流しながらやる。じゃあまずこの曲やりますか。そうですね、初めて聴く方も非常にまあ、うん、コミカルな曲ですので、はい、ね、この曲もでも我々が演奏するのもすっごく久しぶりですね。そうですね、ファーストラブ、今まで5回ぐらい一緒にライブ最後にやったのはあれ江戸時代ぐらい、多分それぐらい。まだあのみんなカゴに乗ってライブに来てましたから、ね、まだ鎖国してたし。そうですね、そう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 、あの変な曲やったらあの切り捨てごめんってよく聞かれる。どこに膨らますね。やりますか。じゃあ久しぶりにこの曲やりましょう。はい、じゃあ加藤ちゃん、健ちゃんの地上ステージ。はい、thank you.
カトちゃんケンちゃんに乾杯。カトちゃんケンちゃんになった。カトちゃん、久しぶりに。この画面をね映しながら乾杯。いや超贅沢ですよなんか。贅沢ですか。はい。超減ってこなかった。後ろにうんちばっかり見てます。すごい。今日はあの放送はしてないですよ。放送してないんですよ。でも、まあ、割と。自由です。自由です。はい、自由奔放な空間。そうです。うんことか言ってください。全然問題ないです。例えば、バンバンです。例えば、全然問題ないです。言いませんけど。今、あの、最後に言っちゃってるよ。小さい声で言っていただきました。ありがとうございます。絶対言いませんけど。さてさて。さて。じゃあ、また、クリモさんの手掛けられた曲をまたお届けするんですか。これが結構有名ですね。はい、迷宮曲は出た出た。続きまして、やりますか、はいはい、この、ね、あの迷宮組曲の曲を、作曲者の方と一緒にやってみようと思います。すごい。これちょっとだけ宣伝させてもらっていいですか。何でしょう。あの私あの、最近羊の丘っていうソロ CD を出しまして、はい、でその中に、この迷宮組曲、この曲これから演奏するね、はい、が収録されてます。はい、で、あの松田さんに僕もちょっと参加しました。あのキーボードと僕だね。僕だね。さっき言ってたあのこの松田さんコンビショーあれでねやってもらってますので、あの今日興味を持たれた方はぜひ羊の丘、ね、羊の丘です。っていう CD を、はい、さっき言ってください。Amazon で300回ぐらい検索してください。じゃあ行きますか。
を暗くしてもらっていいですか。照明が暗くしてもらで、僕はいまだにやっぱ国本さんが作った楽曲の中で一番好きな曲なんですけども、まあ、また先ほどの、ね、カトちゃんケンちゃんの曲なんですけど、だからまた迷わせてカトちゃんケンちゃんってあの曲、うんこの出てくる、うんこの出てくる、サンド言ってるこれの出てくる、あの中で一番僕のいまだに好きな夜のステージの曲がやっぱ僕はすごい好きでした。あれぜひやりたいと。あ、ですか。最近やってなかったし。マジですか。2年半ぶりぐらいですか。じゃあ僕はカプチャーケンちゃん、夜ステージ、はい、これ、これThank you.
いやいや、久しぶりに会えて僕が嬉しい。まだ1ファンですからね、僕もね。すごい。はい、いやというところで、はい、ありがとうございます。もう、今、3曲させていただきます、ね、そうですね、はい、ちょっと僕、そっち戻ろうかな。はい、いやすごかった。作曲者ご本人でその生演奏っていうのはすごいことですよね、うん、ゲームっていうのは。